さあ、始まりました。原選式、万馬券メソッドの時間です。このところというか、昨年の有馬記念以来、大変によく当たると自負しておる。原選式万馬券メソッドを試験的に実際にリアルに予想しながら検証していこうじゃないか。ということで、明日の G2 京都新聞杯を例にとって、予想をしていこうと思いますね。当たるも八景、当たるも当たらんも八景ね。乗るか反るか、ね、じゃあまずこの京都新聞杯ね、どういったレースなのかというのを、まずね、この原選式、万馬券メソッド大前提として過去のデータ、特にもうね、いわゆる公式の、JRA のホームページにある、ここから行きましょうかね。ここの今週の注目レース、京都新聞杯 G2 5月9日土曜日、明日です。というかもう今日です。これを、ここの、ね、データ分析。これが非常に大事です。で、お手元の、できれば、トースポ。なければ、まあ、競馬新聞でも、他のスポーツ新聞でもいいですが、できれば、トースポ。関西の方は、大スポを手元に置いて、印をつけていく。ところから始めましょうね。まずここのデータ分析が非常に重要ですんで、読んでいきましょうね。本番を占う上でも見逃せない波乱含みの日本ダービー前哨戦とあります。つまりこのレースに勝つと、ダービーに出走権が与えられるってやつですか。本当よく知らないんですよ、競馬をもう何年もやってるんですけども。2019年の日本ダービー馬、ロジャー・ロバーツは、この京都新聞杯で2着に入ったことにより、習得賞金を加算し、日本ダービーへの出走を確実なものとしたトライアル競争ではないもの、トライアルではないんだね。ではないものの、実際に本番の日本ダービーで好走した馬が多数出ている注目の一戦だ。なお、2018年は3連単26万9100円。2019年も3連単21万4830円と、ここ2年は高配当決着が続いている前、ね、前評判の高い馬でなく、伏兵にも注目しておくべきだろう。今回は過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみたい。ね。毎週ね、ここの注目、JRA のホームページの注目レース。まあまあ、メインところの、まあグレードレースならグレードレース。オープン特別だったらオープン特別が取り上げられて、過去10年、毎回ね、過去10年の傾向を持って、こういう馬が来るんじゃないですか。こういう馬が来ていますよ。ね。っていうのが書かれている。これが、原選式万馬券メソッドの肝になりますので、必ずここのページをチェックしていますね。で、順番に見ていきましょう。これまでの戦績に注目。過去10年の3着以内馬30頭中、ね、10年ですから30頭ですね。2019年3着の佐藤のソロモンを除く29頭は JRA の一勝クラス以上の芝レースで5着以内となった経験がある馬だった。新馬未勝利やダートのレースでしか好走したことのない馬は割引が必要だ。表1。ね。これで。まあまあ、過去、これまでに、JRA の芝のレースで5着以内、一勝以上のね。芝で勝ったことのある馬がいいということで、ここで、まず、ね、順番に
まずこの情報をもとに手元のトースポに印を打っていく。つまり、1勝以上、ですから、未勝利を除く、ね、新馬未勝利を除く、レースで、ま、5着以内のところには全部丸をする。最終的にこの丸の多い馬を買っていくということになりますからね。ああ未勝利に丸し、1勝以上の5着以内に丸をしていくということですね。ですから未勝利明けの1勝4着も丸ですよ。3着2着1着ね。まあまあ多分ねこの辺の条件は競馬の予想の方の印と似通ったところに印がまあ集まってくるではことだとは思います。あ、じゃあここで JRN のここを見ていきましょうね。だから新馬一勝これを除くね、一勝以上、ここからですね。だからここはね丸が3つもつきます。この名勝打陣は丸が3つもつくね。そうやって印を新聞に打って、ここね、このページ上でもいいんですけど、印が残せないんでね。まあまあ、アナログな新聞に頼らざるを得ない、ということになってきますわな。3番の、これなんかね、未勝利がね、この間なんで、印が1個もつきません。6着なんで。そういうことです。4番、キッズ、アガチャーは、この前に、ここで一勝してるんですよね。ですから、ここからね、一勝クラスが5着以内ですから。これ全部印がつく。ね、そういうことです。そうやって印を打っていきましょう。まず、ね、順番に。ディープボンド、未勝利あって、6着、2着、10着なんで丸が1個。キング・オブ・ドラゴン、7番は、未勝利があって、経済杯5着。売価賞5着。で、山吹賞4着で3つ。アド。あ、これが一番人気ですか。アドマイヤ、ビル5。なんと、シンバ。あの次、若葉ステークス1勝の丸が1個ですね。次、色ごとし。色ごとしは、ひまわり賞の1勝がありますから、この前にね、一勝があります。なので、丸が一つです。ファルコニア、これ2番人気。新馬戦が2着。未勝利あって、未勝利が1着の1着。アスナロ1着。スプリングが4着。で、丸が2個。次。これは何ですか？マン・オブ・スピリット。シンバが5着で未勝利の休養明けの椿の1勝で、丸が1つ。サペラービ未勝利3着4着、若葉賞7着の推薦3着、三等賞ですね、山藤賞が4着。最後シンバ1勝の1勝で丸が1個といった具合で、一番丸が多いのは4番キッズアガチャーの丸が4つ、ついで1番名勝ダジンの丸3つと、キングオブドラゴン7番キングオブドラゴンの丸が3つなんですが、これは5着5着4着ですね。4つありました。サベラビね、4つ。まあまあ、こうやって印をつけていくと。で、次の項目。京都での優勝経験、重賞での好走経験を持つ馬が中心。過去10年の3着以内馬30頭中21頭は、京都競馬場において優勝経験のある馬。これ、なかなか大きいポイントじゃないですかね。
一方、この軽減がなかった馬は3着以内率 10.5% とやや苦戦している。ね、今回と同じ京都競馬場で優勝経験がある馬は高く評価するべきであろうということで、これ新聞見たらね、早いですね。京都芝成績でね、2勝を挙げている、なんと、マン・オブ・スピリット11番。これは京都で2勝を挙げてますよ。京都の未勝利戦、京都の新馬戦、京都の未勝利が勝って、椿賞で勝ってね。だから、これは人気するでしょう。3番人気。ついで、1勝2着2回が、ファルコニア。10番、ファルコニア。これも、ね、京都の価値があるんで、丸をしておきます。そして、1番人気、アドマイア・ビルゴ。1番人気、1.5 倍だもんね。これ、新馬戦が京都の1勝がある。で、阪神1勝と。なるほどね。京都の芝で勝ちがあるのは、ディープボンド。これも、未勝利が京都で。3着以内にも1回入ってるね。新馬戦が3着だ。の4頭ですね。もうすでにここで絞られている。その次、なお、京都競馬場で優勝経験がなかった馬のうち、JRA の重賞で7着以内となった経験がなかった馬は3着以内率 3.4% とさらに苦戦していると。京都競馬場で優勝経験がなく、重賞で7着以内となったこともない馬は上位に食い込む可能性が低いと見ておきたい。JRA の重賞で7着以内。重賞で7着以内なんで、名勝、1番、名勝、打順。これはね、ここ、毎日杯、5着がありますから、これ20番ですね。で、2番は、なし。3番も、重賞がなし。4番も、なし。4番丸ついてるけど、なしですね。4番、京都、あ、4着か。5番、もうなし。6番も、7着以内ですよね。皐月賞10着なんで、なしですね。6番、ディープボンド。ね、10着なんで、なし。7番、キング・オブ・ドラゴンが7着以内、重賞、京成杯 G3 5着があります。ね、ディープボンド、京成杯。ここですね。5着。1番人気、ね、2勝馬の、なんで、重賞経験がないですが、これは、なしです。次。色ごとし。これね、重賞経験は、ありますよ。9着。ジャパンツ、これは、JRA じゃないんで、カウントにできない。できない。ということで、なし。地方はだね。なるほど。ファルコニア。重賞4着あれば、スプリングステーキ4着。これ、京都でも1着がありますんで、ね。これはいいんじゃないですか？ファルコニア、2万人気。これ、素質がいいのかな？どうなんだろうね。ディープインパクト。まあまあ。で、マン・オブ・スピリット。これも未勝利勝ったばかりでない。重賞、あとはないですね。同じ2勝馬なのに、なぜ、ここまで差がある。あ、まあ、それはいいとして。はい。ここでもだいぶ絞れてきますよ。ね、ここまで行きましたから、次。近年は、
前走で上位人気に押されていた馬が優勢。過去7年の3着以内馬21頭中。過去7年ね。まあ、2015年3着のアルバートドッグを除く20頭は、前走の単勝人気が5番人気以内。一方、6番人気以下だった馬は3着以内率が 2.9% と苦戦している。2012年以降は前走で6番人気以下だった馬も好走していたが、以前のね、近年の傾向を重視するならば、前走で上位人気に押された馬を高く評価した方が良さそうということで、5番人気以内ね、前走の、頭から見ていきましょう。8番人気、1番人気、人気のところに物をしておきましょうね。2番人気。前走が2人。前走が2人。2人、2人。2人。5番人気内ですよ。次はなんと6番人気でした。次。サツギ賞馬。サツギ賞馬。サツギ賞。出走馬ね。18番人気ですわ。18番人気で10着ってことは、これは穴を開ける。素質があるぞというのが私の中で芽生えてきますから、これはなかなか捨てがたいですな。まあ僕の予想なんか当たらないんで、ただ原選式万馬券メソッドは当たるんです。僕の予想は当たらない、しかしメソッドは当たる。これの違いもね、後半の方で説明します。はい。キング・オブ・ドラゴンは、前走人気が、3番人気。次、1番人気。次、12番人気です。どこだ、これね。その次、3番人気。3人。次、2人。次、2人。2人、2人というわけですか。で、新聞の方はだいぶ赤丸が増えてきた。で、最後の項目は、過去7年の3着以内馬21頭中、18年3着のシャルドネ・ゴールドを除く20頭は、前走4コーナー通過順が3番手から10番手。幅広いなぁ。だった。前走の4コーナーを2番手以内や11番手以下で通過した馬は、過信禁物。通過順ね。通過順は、ここでわかります。9、10ね。7、7、2、3。なので、四角なんで、こっちね。10、3。3から7でした。3から10番手。10番手、ギリ。ギリ。3から10。3から10。結構みんな丸つくよ。幅広く。10、3、4でしょ ?4、1来たよ。これは印がないやつ。ね。過信禁物。逃げ馬ですね。これがペースを作るんでしょう、明日は。4、7、7、注目の、アドマイア・ビルゴ。3、3から7。次7。3。次8。こぼれましたね。5。こいつ出遅れてんな。で、1。ということで、全部印が入った馬というのは、
とですね、10番、そして、11番。1番、10番、違う、1番、4番。1、違う、4番入ってない。1、1、10、11。1も入ってないわ。京都の勝ちがないから、10、11だけだ。いや、11は重傷がないんで、10番だけや。つまり本命は、10番。2番人気。バルコニアが、濃厚。そして、こっからね、こっからがもう JRA のページでは出ていませんが、トースポ。ここでトースポを注目していただきたい。お手元にトースポがない方、トースポのページで見れるのかな？見れないかな？見れないよね。見たことない。見れたらトースポ買わなくていいじゃん。競馬。ね、なんやね、別に。トースポの電子版とか。あれば、馬中が乗ってたりするのかな。もう、なさそうだから。で、競馬チャンネル。ないね。馬中がないと話にならない。なんで、まあ、トースポ、ある程度いきますね。トースポには、毎回毎回、何ですかね。波乱含みとか、小波乱とか、二着争い、なんて、書いて、ありましてですね。そこをまず見るんです。明日の京都新聞杯はどうやら2着争い。ってことは、もう一番人気の、アドマイアビルゴはもう硬いでしょうという、予想家の皆さんの印通りに、まあ間違いなくアドマイアビルゴは来ると思います。が、注目するのは、そこと、ね、波乱不気味なのか、二着争いなのか、紐荒れ注意なのか、ということを気にしつつ、一番見るのは、好調競馬っていうのがね、それぞれ、まあ上位人気何番何番、ね、連帯率が何方あって、ね、予想一番人気は連帯率 45% だとか、好調競馬は何番何番何番、ね、これ三つずつだ。距離適性がどの馬なんだ、前走内容がいいのは何番なんだ、コース適性があるのは何番なんだっていうのが、枠組みの中に書いてあるんですが、一番注目するのは、好調競馬。ね。調教の具合がいいよっていう馬を見る。明日はなんと、6、11、9が好調競馬ということで、もう、調教情報のところに丸を打つ。6。6番、ディープボンド。11番、マン・オブ・スピリット。これも、調教具合がいいと。9、アドマイア・ビルゴ、ね。本命。で、中間調教のところにね、坂5本、余りとかね。ジョジョ・良化とか、元気いっぱいとか。で、二重丸とかね、採点がついてたりしますが、まあ、二重丸と7、中にはね、たまに8っていう採点があるんです。それはもう、絶対に買う。で、7、好調競馬には上がってないけども、7点ついてるのが、あと2と、ね、9番と10番。これが7点ついてます。しかも、10番。僕が本命視している10番、ファルコニアはなんと、ウッド1半、
ウッド、ダブル1、坂、半路ってこと、8、キレあり、20丸。この20丸もね、要注目ポイントです。もう一頭20丸。これが、キング・オブ・ドラゴンと2頭いました。アドマヤビルグは俳優に及ばず。13番の、プレシオーソ。これも20丸ついてる。が6点なんですよね。ということで、まあ、もう押さえときゃいいでしょう。と、ここまでで、一旦、印、まだまだつけますが、一旦、こう、パッと、印の多い、まあ、どれかな俯瞰で見て、置く。で、次に注目すべきは、この JRA のね、なんつってもね、主催者のページですから、ここに答えはもう出ている。本当に出ている。過去5年分のね、過去の開催、京都新聞杯の結果が見れますんで、ここを見ていく。19年は、どこを見るかというと、単勝人気、ね、ここで11、2、7。3着に入ったのが11番人気が1着で、ね、2番人気が2着。7番人気が3着。これ荒れてますね。3連単いくつだ ?21 番ついてる、ね。これを見ていく。11、2、7。ね、数字を見ていく。何番人気だったかを見ていく。覚えておく。7、11、4。ね、もう11番人気がもう2回も出ている。これを押さえておく。11番人気ね。11番人気だよ。3年前は2、1、6。比較的固めに収まったと言えども6番人気が飛び込んできている。ここにまた2番人気が入ってきているよ。ああ、見たね。で、4年前。1、9、4。1番人気も勝っている。1、9、4。で、他かな最後。2、1、6。ということはやっぱり2番人気。で、穴で11番人気を抑えたいということで、これを、今現在のね、深夜も3時になるところですが、明日、直前までに人気順は多少前後するとは思いますが、メモる。で、明日のね、直前とまではいいな、お昼ぐらいにもう一回確認して人気順が変わってないかを確認して、最終的に、馬券の購入につなげると。1番からつけていきましょう。9でしょ ?9、11。だから2番これ怪しいよ。怪しいよ。怪しい怪しい。前走1番人気。4。12、10。12、10。6番が5、7、1。5、7、1、13、2、13、2、3、3、8、6、3の8、6ということで、僕は本命だと言っていた10番ファルコニア、2番人気でしょ ?2 番人気が何回もよく来てるから、もうこれはもう軸ですよ、私の。軸馬。他の要素も、京都の価値もある、グレードレースで5着以内入っている。7着以内だっけ入っている。前走の4角が、3から7番。7、ん ?7 だよね。通過が。10か。3から10。ね、すべての条件が、丸がある。ということで、ファルコニアがこれ、グリグリの、グリグリの軸馬ですわ。まあ、ここまでは、僕の予想というか、この、僕の予想を含む、原戦、万馬券メソッドの軸です。これはね。そして、注目するのが、なぜ僕が、トースポにこだわるのか。
それは調教のね、がよく当たるっていうのと、一人、トースポの記者で、めちゃくちゃ僕の予想と近くて、よく当てている山口記者の予想をここで見るわけですよ。ね、印を。するとね、二重丸打ってんのが、まあ、アドマイア・ビルゴ。ついで、対抗が、プレシオーソ。13番、プレシオーソ。ね。うん。わからないでもない。それで、あとは三角が、三角が、ディープボンド。6番、ディープボンド。11番、マン・オブ・スピリット。12番、サペラビ。そして、穴ですね。黒三角にファルコニアとなっておるので、まあ、後の予想はというか、僕みたいな素人の予想が当たるなんてことは思ってませんから、もう、あとは全乗っかりです。予想屋の予想に全乗っかり。ということで、10番、ファルコニア、時空馬。これは変わりなく。ね、まあ、8番のアドマイア、1番人気ですね。ビルゴにも印打って、次の、硬い印へ、印が集まっているというか、僕の時空馬、ファルコニアに二重丸を打っている人の対抗に、対抗や他のね、どの馬に印を回しているんだろう、その予想屋が、プロの予想に乗る。次の馬が難しいね。11番人気となると、これ2番の、アンセット、バウ。あ、で、トーストのね、コメント、調教情報のコメントを読んで、行きましょうか。どれかな？アンセット見ます？まだ幼いところが残るし、体もしっかりとはしていないが、素質は高い。距離は問題ないし、気が勝った馬なので、仕上げにも上々と。ババの荒れてきた時間帯で、もともと目立つ方でもないので、時計はこれで OK。まあ、調教の時計がいまいちっぽいんですが、姉妹1波論13秒ですかね。いや、11秒8、11秒7。この辺、6番、7番も、怖いね。6番はちょっと抑えましょうか。ディープボンド。6番、ね。山口記者も三角を打っている。印が外れていないのは、やっぱりアドマイア・ビルゴとファルコニア。そして、マン・オブ・スピリット。ディープボンドはね、二人印が外れている。が、気になるので、買い方難しいな。二着争いなんで、まあ基本、どの予想の馬券の買い目を見てもね、一着固定、ね、八、一着固定の、っていう買い方をしていますが、そうだな。81、2着にして3着をつけるか、もしくは、買い目が増えちゃうね。もっと絞るか。勝負に出るからな。勝負に出ようか。10。
ファルコニア1着固定の2着アドマイアビルゴ、マンオブスピリット、ディープボンド、3着は気になるなお、迷うね。いや迷う。しかし、ま、買い目は置いといて、印は、そうですね、アドマイアビルゴ、ファルコニア、そしてちょっとやっぱり11番人気のアンセットバウ、これ2番、アンセットバウ。トースポ上では一人だけですよ。黒三角売ってんの。ね。気になる。しかし、先週のレースでも僕が気になってた6番の馬が入って荒れてましたからね。っていうのがあるから。印を回しますよ。あとは新聞でヒントを探しましょうか。無傷3連勝でダービーへと、アドマイアビルゴ。過去10年を検証、ディープインパクト3区が3勝、2着3回、3着5回と活躍、前走1着馬が7勝。皐月賞からの相場は1勝のみで、昨年一番人気の5着の鷹のディアマンテなど人気を裏切るケースも少なくない。勝ち馬10頭中7頭に芝2000以上の距離で勝ち比がった。芝2000に、2000以上。芝2000か。新たなファクターが出てきたね。芝2000メーター以上で勝ちくら。2000で勝っている。アドマイアビルゴ。そしてファルコニアは2000で勝っている。アンセットバウは1008でしか勝っていない。距離短縮、いえ、距離延長ですよね。まあ、2200なんで、2004からの、距離短縮組。ディープボンド、皐月賞からの馬はちょっと、みたいなこと書いてたね。割り引いて、そして明日は友引きですよ。だから、同枠が来たりとかね。厩舎が同じだとか、同じ、守護馬。なんてのが入ったりするんですわ。ねえ、ということで、同じ厩舎から出ているのはいない。いない、いないね。なるほど、難しい、難しい。さっさと終わると思ったんだけどな、なかなか決まりまへんな。15面にも京都新聞書いてあります。得られる情報はすべて得て、最終的には自分の予想じゃなくて予想屋の予想に乗る。待て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 。あ、3番か。3番。4番人気のシルベリオ。でも、これはちょっと、それやったら11番人気よりも、1番の9番人気の印、俺結構回してる。こっ
チだな。9番人気も入ってなかった。11、2、7でしょ。7番人気か。7、11、4。7番人気な。ちょっと見よう。2、1、6。1、9、4。ほら。9、1回おる。2、1、6。まあ、7番人気、9番人気、7番人気。キング・オブ・ドラゴン。ただね、この辺の解任騎馬っていうのは、入れ替わったりするから注意が必要で。6番人気は、プレシオーソ。あ、入れ替わんないな。8番人気は、12番。43.5。43.5 と 42.1、 これ入れ替わる恐れ大だな。しかしどっちも印がよく回っているが、7番は20丸中間調整ついているので、これ7番だな。うん、こうしよう。難しいが80印5と178101111718、うん、いいんじゃない。この5とぼだと6000円かかるから、あとは買い方はちょっと難しいな。ちょっと難しいけど、迷ったらこの5等ボックス。絞るんだったらもう1、2着を80固定で印入れた残りの3等を3着。がいいのかな。もしくはやっぱ5等ボかな。これ難しいね。5等ボックスで勝負だな。1、7、8、10、11の5等ボックスで、あさっての NHK 前よりですか？あさっての。ね、2、備えましょう。といったところで、あ、原戦式、万馬券メソッド。わかりました？基本は、この JRA のデータ分析で上がっている条件に印をつける。で、過去5年の成績から単勝人気、何番人気がよく出ているのかを調べる。調べると、まあ、見るだけだね。だから11番人気とか、7番人気、9番人気。ね。わかるでしょ。奇数番人気。下位の。だから8番人気とか6番人気よりも、7番人気、9番人気、11番人気が来るんじゃないのかな？ 1 着に来てるな、2番人気が多いな。っていうのを調べる。で、トースポの、好調競馬を特に重要視する。そして山口記者に乗る。だ結果、印が回るのが、と言いつつ個性が出てんな。一番には印してないけども、一番に印していたりね。7番は、まあ、キング・オブ・ドラゴン、印してないね。してないけども、まあ、印していたり。まあ、他の記者、ね、印してるから、まあまあいいんじゃないですか。で、そうですね。1、7、8、10、11。これの、五等ボックスで、勝負をしたいと思います。ちなみに、あ、これ、オッ
ボックスで見れないから大変だね。一番人気のないパターンでいくと9番人気、7番人気。なんで、まあ、こう来るといいなっていうので、1着10番にマシか。ね。1着10番として、11、1番人気が3着に入るパターン。11、8で、400倍。一番人気が入らない場合、10、11、1っていうのがいいなぁ。あ、この450倍か。それぐらいじゃないですかね。10、11、11。895倍。2000倍はなかなかないな。19、12。ね。19171ってな。171。おー、1950。これぐらい来てくんねえかな。7番人気、9番人気っていうパターンがちょっと見えないな。だから1711じゃない。1711。ね、716倍。といった夢を見て眠ろうじゃありませんか。ただ、ここまでね、2勝馬で 1.5 倍ですか。もしかすると、ディープインパクトの再来やと、騒ぎ立てられるような、馬なのかもしれない。まあ、1番、7番、8番、10番、11番の、三連単ボックス、もしくは、三連複で。三連複、ああ、まあ一番人気絡んだら三連複でもまあ、そんなに変わんないよなーって気がするなー。まあまあ、三連単ボックスはいいんじゃないですか。4頭に絞るとしたら、僕はもう思い切って、そうだなぁ、難しいけども、まあ1番を切るか。7、8、10、11の4等ボックス。終わんないよ、これ。レース直前まで。ずっとああでもない、こうでもない。いやいや、これを見逃していたな。あれも見逃していたんだ。天気はどうなんだ、馬体重はどうなんだ、ね、言い出したらキリがない。しかし、原選式万馬券メソッドは、基本的に、JRA のデータ分析と、トースポの好調競馬、そして、山口記者の予想、それに付随する他の、競馬記者の予想を見る。これが、原選式万馬券メソッド。あとね、過去5年の単勝人気で何番人気がよく来ているのか。このチェック。たったこれだけで3連単で万馬券が取れます。いいですか？なんか結構やること多いね。これが、原選式万馬券メソッドです。明日、京都新聞杯、ね、出走は、午後3時35分。楽しみに、結果が出るのは、まあ、その1分半後。いや、2分15秒後。ですね。楽しみに。来週、もしくは、明日の晩に、NHK マイル、予想するのかな？好評なようであれば、毎週、できるといいですね。
といったところで、ね、原選手式万馬券メソッドでした、ね、乗るか反るかはあなた次第。